クールジャパンとは、日本の文化面でのソフト領域が国際的に評価されている現象や、それらのコンテンツそのもの、または日本政府による対外文化宣伝、輸出政策で使用される用語である。ジャパンクールと呼称される場合もある。クールジャパンは、2002年にアメリカのジャーナリスト、スタグラス・マグレイが論文中で提示した語が発祥である。具体例としては、日本における近代文化、映画、音楽、漫画、アニメ、ドラマ、ゲームなどの大衆文化を指す場合が多い。また、自動車、オートバイ、電気機器などの日本製品や産業、現代の食文化、ファッション、現代アート、建築などを指す場合もある。また、日本の武士道に由来する武道、伝統的な日本料理、茶道、華道、日本舞踊など、日本に関するあらゆる事物が対象となりうる。多くのダブルスタンダードのバカたちが、世界を日本が文化的にオープンな国だと騙そうとしている。本当は、外国人をビビるくせに、日本人が外国人を恐れるのは英語を話さなきゃならないかもしれないと思うからだよ。外国人は、それを差別と感じるんだろうけど、アベノミクスの失敗と経済の冷却化、ひどく失敗した政府のプログラム、壊れた英語と日本語、芸術、気持ち悪い、NHK のテレビ番組、青森、日本の音楽とラーメンだ、京都の美しい寺、昔の文化や知恵、外国人に日本への興味をすごくかきたててくれる、日本に実際に行って経験してみたいと思わせてくれる、子供がプレステで遊んで怠けてますます太る、家で遊んでばかりで外でドロンコになってサッカーをしなくなる、仮面ライダーと変身、アホな事業、ハイテクとおしゃれ、天気、あったかい人々、清潔な場所、技術、文化、科学、すべてのものがすごい、どうか私を受け入れてください。冬、公共精神と治安の良さ、ポルノ、日本のすべてがクールだ、ソフトパワー、日本のインターネットは最高、アメリカよりはるかに早い、渋谷、ナルト、ニンテンドー、ラーメン、姉が日本に住んでる、恋しいよ、上野公園の博物館、フリー Wi-Fi と高速通信、だるま、サムライ、ベビーメタルだ、もっとベビーメタルを、ロボット、自動化、キュートなコスプレをして街を歩く女の子、アニメみたいな日本人、テレビ番組、英語吹き替えでなく字幕版を見たい、任天堂、ジャンプ、宮崎アニメ、寿司、日本の文化ははるばるアメリカまで浸透してると思うよ。渋谷の交差点、三船と敏郎、アシモ、私の夢の国だ。日本は文化的にオープンな国だと騙そうとしている。日本人でも別に日本はオープンだとも思わないし、オープンになりたいとも思ってない。それとセンスのない官僚がイギリスを真似て名付けた。こういうネーミングセンスがすでにクールじゃない。やってることは良くも悪くもだな。自分からクールとか言ってはダメ、押し付けに感じるだろう。自画自賛も良くない。ほんとそれ、自分から俺かっこええというのは恥ずかしすぎる。そもそもがアンダーグラウンド的なオタク文化や他国には見られない日本独自のサブカルチャーが徐々に受け入れられるから良かったのに、そこに金儲けを目論む財界人や政府が介入した途端に痩せっぽいというか安易というかゴミとかす。文化の押し売りほど不快で迷惑なものはないって国が気づけよ。韓流のゴリ押し見りゃわかるだろ。まさにあれなんだよ、クールジャパンって。俺様はイケてる的な。日本は他国と違ってガツガツせずに奥ゆかしさがあるのが美徳というか誇れるところだと思っていたんだけど、日本文化は最高だろと売り込む時点で終わってる。